ね。ああ、これから何しようかなって思ってたところだよ。だったら一緒にプレミアちゃんのクエストを探しに行かない？実はあの光る石に関係してそうな場所を見つけてきたんだ。本当か？石を祀る洞窟って書いて石子の洞窟というダンジョンがあるんだって。石を祀るか。よし、その洞窟に行ってみようか。うん、じゃあプレミアちゃんを探さないと。ごきげんよう。おお、ちょうどいいところに。で、挨拶ですが、驚かれたということは？いや、おかしくないよ。誰かが言っているのを聞いて覚えてきたのかな。かもしれない。二人は何をしていたんですか？ちょうどプレミアの話をしてたんだよ。君の用事を手伝おうってさ。この前みたいにみんなでお出かけしましょう。ええ、よろしくてよ。だから、それは誰から聞いて今のはちょっとおかしかったかな。そうですか。ではやめておきましょう。さあ、それじゃあ向かおうか。うん、そうだね。って、あれ？ん？ねえ、プレミアちゃんの HP ゲージ。ん？普通に満タンだぞ。そうじゃなくて、名前。名前？名前がある。どうかしましたか？ううん、なんでもないよ。プレミアってしっかり表示されているの？そういえばこの前聞かれたの。もしかするとプレミアという名前を本人が受け入れたことでデータにも反映されたのかもしれない。名前を受け入れてくれた？まああくまで推測だけど。嬉しいな。さっきから私を見続けていますが、まだ何かおかしなところがありますか？おかしいことなんてないよ。さ、はい。名前を受け入れるか。本当にそうだとしたら、NPC としての設定が何もないプレミアだからこそ。二人とも準備は OK か？いつでも大丈夫です。特に準備することもありませんので。こっちも OK。 ちゃんとみんなの分のお弁当も持ってきたよ。おお、さすが。以前のお弁当が思い出されます。つまり早く食べたいです。いい場所を見つけたらそこでランチだね。よし、それじゃあ。目的地まであとどれくらいだっけ？半分来たくらいかな。じゃあもうちょっと進んだところでお弁当にしようか。あ、ちょうど腹が減ってきていたんだ。プレミアちゃんももう少しだけ我慢。ちょっとプレミアちゃんの頭。クエストマーク発生範囲にたどり着いたか。でも目的地までまだ距離があるのに随分範囲が広くない？ん？どうした、プレミア？お願いがあります。うん、行ってみて。連れて行ってほしいところがあります。ああ、もちろん俺たちが連れて行ってあげるよ。カーソルが変わった。クエストが受諾できたみたい。大丈夫か？したの？いえ、大丈夫です。クエストが発生した影響か何かかな。かもな。それより受けた内容をログで確認してみる。これだ。神木の加護を受けよ。神木の加護？でも妙だな。目的地が石子の洞窟と全然違う場所だ。じゃあそっちは何も関係ない場所だったのかな。どうかな。もしかしたら洞窟に行く前に必ず発生するイベントなのかもしれない。とにかく一度そっちに向かってみよう。うん、わかった。
大きいってわかるけど、しばらくしたらここも観光名所になりそうだな。何か不思議な気持ちになっちゃう。安堵のようで畏怖のようで。荘厳なものを前にしているからそんなことを考えちゃうんじゃないか。荘厳。ドレミア、君の来たかった場所だ。あの時と一緒。これが加護を受けるか。まだこの段階だとクエストがどういうものか見えてこないね。謎の光る石と加護を受けるっていうのしか情報がないもんな。こうしてお祈りするプレミアちゃんを見ていると、なぜか遠くに行ってしまうってか。それだけ神々しいってことじゃないか。神々しい。でもプレミアちゃんは何をお祈りしているんだろうね。あ、クエストをクリアみたい。よし、これでまた一歩前進だな。お疲れ様。ここでの用は済んだみたいだな。この後はどうする？そうだな、せっかくこうして外に出たわけだし、セキシの…うん、そうしよっか。プレミアちゃん、まだちょっと行きたいところがあるんだけど大丈夫かな？私は構いません。じゃあ決定だね。セキシの洞窟を目指そうか。ああ、行こう。ですが…ん？その前にお弁当を食べるという予定が入っています。え？うん、大事なことだよな。そうしましょう。結構奥まで続いてるな、この…アルゴさんにもらってるマップデータを見てみるね。あれ？どうした？今いる場所、アルゴさんからもらったマップよりも外の位置を示しているんだけど。それっていつの間にか隠し通路に踏み込んでいたってことじゃないか。そうかも。前も隠し通路を進んだ先で光る石を見つけたんだよね。つまり今回もプレミアがトリガーになって隠し通路が開いたってことか。よし、じゃあ行こうか。次よろしく。
行ってみよう。あったぞ、例の石だ。やったね。やっぱりこの洞窟はプレミアちゃんのクエストに関連してたんだ。これで二つ目か。それにしてもこの石は何なんだろう。ねえ、ここの壁に文字が彫られてるよ。おお、クエストのヒントじゃないか。読んでみるね。女神より授かりし力の象徴である六つの聖石、その一つをここに祀る。何かの伝承みたいだね。彫られた文字も年季を感じる。6つの聖石、この光る石は全部で6つあるってことか。女神っていうのも気になるよね。この光る石が女神から授けられたってことは、まあ一人しか思い当たらないよな。何か言いたげな表情で私を見るということは、もしかしてクエスト NPC としての記憶が。お弁当に入っていた果実はみんなより多く食べました。はい。プレミアが女神というのは怪しくなってきたな。笑っているということは、つまり許してくれたということですか。許すも何も、怒ってないから大丈夫。ではなぜ笑っているのか理解ができませんが。まあ気にしないで。さて町に帰ろうか。はい、持ちました。6つの聖石と女神か。それにしても結局あの大きな木への祈りは何だったんだろう。今のクエストとつながりがあるようには思えなかったし、それを知るためにはプレミアのクエストを進めるしかないよな。